レーザーディスクゲームは映像表示にビデオディスクのレーザーディスクを使用したテレビゲームのジャンルの一つである。一般に略して LD ゲームと呼ばれる。1983年4月に日本で出荷開始されたアストロンベルトがその第一号である。特殊な仕様が必要とされることから大部分は業務用の大型筐体ゲームである。家庭用製品として パイオニアが1984年に発売したポールコムと1993年に発売したレーザーアクティブが存在する。1990年代半ば以降 CD ロムの採用などで動画再生が容易になった家庭用ゲーム機に移植された作品もいくつかある。筐体の内部に通常のテレビゲームに必要な基板やモニター以外に レーザーディスクとそのプレイヤーが内蔵されている。この大きさから汎用筐体ではなく、当初は大型筐体やコックピット型筐体として製造された。ゲームの進行に合わせ、通常のテレビゲームは電子回路から送られるグラフィックをテレビ画面に出力するのに対し、LD ゲームはレーザーディスクに収録された長時間にわたる実写やアニメーションの映像を表示、 場合によっては前述のグラフィックを重ねる。このため映画やテレビアニメなど反見物のゲーム化も多い。当時のビデオゲームのグラフィックでは不可能だった細かく美しい映像が表示される。ビデオテープなどのテープメディアと違い、頭出ししたい場所をすぐ出せるというディスクのメリットを活かし、プレイヤーがゲームの進行に合わせてジョイスティックやボタンを搭載したコントロールパネルを操作すると、 該当する別カットの映像をすぐに表示、画面表示の切り替えも違和感なく進めることができる。こうした仕組みの関係上、メーカーが同じなら、再生用のディスクとコントロールパネルさえ交換すれば、別のゲームへのコンバートも比較的簡単であり、アーケードゲーム基盤に準ずる互換性も持ち合わせている。 前述のように1984年から発売されたパイオニアの MSX パソコンポールコムにアーケードの LD ゲームが移植されており、このシステム専用の家庭用オリジナル LD ゲームも開発されている。MSX パソコンは家電メーカーの共通規格であることから、パイオニアからは MSX パソコン一般でも LD に接続できるアダプターも発売された。 この MSX を用いた家庭用 LD ゲームシステムに対して LD のライバル企画の VHD でも VHDPC インターアクションというパソコンと接続するシステムが用意されアーケードでは LD が用いられたタイムギャル、サンダーストームなどは家庭用では VHD を用いたシステムに移植されたなお LD プレイヤー本体とリモコンのみで遊べる テレビゲームの範疇に属さない、レーザーディスクゲームも存在し、パイオニア LDC から1982年から1983年に、ミステリーディスク殺人はいかがミステリーディスク殺しの迷路などの推理ゲーム、東芝 EMI からは1985年に、超時空要塞、マクロス SF チャレンジゲームといったソフトがリリース、されている。リモコンのチャプターサーチ。 フレームサーチで選択肢を選んで入力するというゲームブックに近いシステムだった。後にミステリーディスクシリーズは MSX パソコンを用いた LD ゲームシステムへ1984年に移植された。関連付けられるべき存在として任天堂レジャーシステムのワイルドガンマンやエバーレース関西製規製作所のザ・ドライバー、ナムコのキャラクシアンさんが存在する。 任天堂と関西正規製作所の方はフィルムを使用したゲームで開発したメーカーと内部メカニックの構造の経緯でビデオゲームではなくエレメカとして認識されている。ただし、相違点は映像ソースがフィルムか LD かだけで、後に米国のブレントレジャー社が発表したストリートバイパーとほとんど変わらず、抗議に捉えればビデオゲームのカテゴリーに属することもできる。 撮影はすべて投影が行っている。校舎は1990年に開催された国際下と緑の博覧会のために開発された世界最大28人同時プレイ可能なシューティングビデオゲーム機で当時で始めたばかりのポリゴンによる 3DCG が360度のスクリーンに映し出されるが当時のゲーム基盤の性能ではそれだけの映像をリアルタイムに映し出すことができず。 時期や一部の敵のみをリアルタイムとし、その他の背景映像や敵をあらかじめ映像を記録した複数台の LD で同期再生させていた。後に普及版として16人乗り、6人乗りの小型版筐体も開発されたが、それらも同様に背景画像は LD で処理していた。LD ゲームの登場当時は、 非常に綺麗な映像を使えるビデオゲームとして大いに期待されたが、実際の人気は短いものとなった。パイオニアのャシでは、1983年後半から1984年初頭にかけてアメリカで大ブームになったものの、需要に当て込んで製造した LD プレイヤーが急激な冷え込みによって、過剰在庫になり同社は赤字に陥ったとされている。衰退の理由としては、 以下の要素が挙げられる。LD の元映像自体は鮮明だったが、ビデオゲーム用のテレビ画面では再生映像が少々ぼやけていた。アーケードゲーム、それも大型筐体という、酷使される条件を想定していなかったことに加え、当時の LD は熱や衝撃に弱かったため、故障が多発した。ゲームの奥行きそのものが浅かった。LD 映像は、プレイヤーの操作によって、 次の映像を変えられるだけで大きく変化させることができず、ゲーム内容が実際は単なる覚えゲーである。例えば、シューティングゲームであれば、映像内の特定の場所を打てばいい。ゲームによっては何百箇所も選択があるものの、正しい選択を覚えればラストまで簡単に行くことができた。ただし、アメリカでは、日本に比べ独創的なゲームが好まれる傾向がある。ために、 大ヒットのジャンルとなり、その後も1990年代前半まで LD ゲームが出ていたケースが見られた。ビデオゲームのグラフィックの表現力が向上し、また、それ自身がビデオメディアなしでも動画が容易に扱えるようになったことで LD を使用する必然性はなくなり、さらに LD 自体が衰退して LD プレイヤーが1990年代を最後に、 新商品の開発自体がなくなったことにより、1990年代後半には、アメリカでも新作がリリースされず、市場から消えていくことになった。1993年には、家庭で LD ゲームが楽しめる家庭用ゲーム機として、レーザーアクティブなども発売されたが、LD と同等の映像表現が可能で、しかも安価で取り扱いに優れた CD ロムを、 採用した家庭用ゲーム機の普及によって1990年代中盤にはゲーム用メディアの主流は完全に CD r o m に移った。しかしその後も映像に合わせてタイミングよく特定のボタンを押すという要素はいくつかのゲームで踏襲され現在はクイックタイムイベントなどと呼ばれている。LD ゲームの一部はアマチュアを中心とするアーケードゲームコレクターにより保存されている。 しかし、通常の汎用筐体用アーケード基板と異なり、前述通り特殊な仕様とサイズを必要とするため、大型筐体や体幹筐体同様、かなりコアなコレクターでなければ保有できない。メディアに DVD ロムを採用したハードが主流となる2000年代には、技術的には LD ゲームの完全移植も可能となったが、前述の通り LD ゲームの筐体は、国史に弱いことや、 レーザーディスクの劣化の問題などもあって後年まで現存する基盤が少ないため、ある程度の有名作品であっても、現行ハードへの完全移植が絶望的な作品も多い。前述通り予想外のつまずきが大きかったため、アーケードの衰退が日本より一歩早く始まっていたアメリカでは LD ゲームの失敗で傾いたゲームメーカーも多い。なお、以下の印が付けられたゲームは、 実写やアニメなど反見物作品の LD ゲーム化であるセガインタラクティブも参照ホログラム筐体 LD ゲーム第1号1983年4月に日本でリリース発表は1982年9月のアミューズメントマシンショーで行われている LD ゲームとしては比較的寿命が長かったなお使用されている背景の映像は当演制作の SF 映画 宇宙からのメッセージとテレビ特撮、宇宙刑事ギャバンからの流用である、蒸気の作品のシステムを持った続編、スキャニメートを使用したレーザーディスクゲーム。海外ではガリキシーレンジャーの題名でバリーミッドウェイから発売。詳細は高速電信アルベガスゲームを参照に画面を使用したゲーム、アストロンベルト、スターブレーザーのシステム流用を使ったもの。 ホログラム筐体を使用した国内メーカー久々の LD ゲーム。データイーストも参照詳細は、現場体制を参照、対等も参照レースゲーム。アメリカでは、対、詳細は、宇宙戦艦ヤマトシリーズゲームを参照。コナミアミューズメントも参照ガンシューティングゲーム。アメリカでは、センチュリー社から発売。ユニバーサルエンターテインメントも参照上記2作品は、 シネマトロニクスからのライセンス。船井電機及び、学研も参照パート29までリリースされ、LD 制御用として、筐体内に MSX が入っていた。そのうち、パート24と26以降の作品には、レーザーディスクの代わりに、フィリップス社の CDI を使ったバージョンもリリース、された。2007年の AM 賞にて、 DVD 媒体での新作がリリースされることが発表されていたが、他にも日本物産やミキ商事、西部開発による実写動画による脱衣マージャンも抗義に解釈すれば LD ゲームのジャンルとして捉えることもできる。ただし実際に脱衣マージャンにレーザーディスクを媒体として使用したのは日本物産だけである。1983年7月にアメリカでリリースされた 北米初の LD ゲーム。アニメの原画は、ディズニー出身のアニメーターであるドンブルースが担当した。同社はすでに会社構成法が適用されていたが、このゲームは通常のアーケードの何十倍も儲かったため、持ち直すのではないかとも言われた。上記のアニメスタッフによる SF 作品。ディビデオシステムズとシネマトロニクスが共同開発予定だったレーザーディスクゲーム。 ドンブルースチーム下書きのイラストが存在している。あたりも参照詳細は Firefox を参照詳細は宇宙空母ギャラクティカを参照セガからのライセンス作品についてはセガを参照。同社唯一のレーザーディスクゲーム。ウィリアムスも参照空戦ゲームで日本では対等から発売。画像処理にインテル8088を使用するなど全評判は高かった。 しかし、注文が数千台もキャンセルされてしまった。日本では1984年に台東から販売。詳細は銀河鉄道39ゲームを参照日本ではカップコンが1992年に販売。日本ではナムコが販売。以降は映像媒体に LD でなく DVD を使用する様になった。日本ではナムコが100台輸入販売した。ABC 赤木マスミ。 それは、ポンから始まったアーケード TV ゲームの成り立ち、アミューズメント通信社、2005年、P217 パイオニア社史編纂委員会編、AV クリエイターパイオニア音トと光の未来を開く、パイオニア50年史、パイオニア、1988年、P100。ありがとうございます。